剣士郎、ユリアが愛した男、奴ならばこの乱世に平安を。だが奴の実力はまだ未知。果たしてラオウを超える力があるかどうか。 我が名は天狼の龍河。これよりこの村は剣王様のもの。いや、払う者は死あるのみ。貴様、何か勘違いか。まさか。 悪魔のような男だ。貴様らの命、魔老が食らい尽くす。
私の想像をはるかに超えている。死あるのみ。 罪のない人々をまさに血に飢えた狼。 Thank you.
Yeah.
者はせぬ。こそ殺す価値がある。その目に時代を見た。俺はあえてマロウとなる。後ろを深き悲しみ。やつはまだ死ぬ悲しみを知らない。俺が死ねばケンシロウが。時代が動く。ケンシロウに伝えろ。時を取り戻したくば、俺の城に来いとな。時を城に運べ。
これでよい。怒りなくしてケンシロウの剣は全てを発揮せぬ。あとは麻呂の役に自ら幕を下ろすのみ。気づいたか、トキ。リュウガ、お前はわざと。トキ、俺とケンシロウの戦いが終わるまで隠れていてくれ。俺との戦いによってケンシロウはまた成長するだろう。そして最後にはラオウにも勝つ。その後はケンシロウの手によって平和な世が訪れる。ユリアの望んだ平和が。リュウガ、お前は自分で腹を切ったのか。天狼の役目はここで終わりだ。さあ、隠れていてくれ。聞こえぬか、トキ。怒りに満ちたケンシロウの足音が。おい、ケンシロウ。トキを倒したこの剣で、あの世に送ってやろう。それほど死にたいか。ならば死をくれてやれ。
生きているか。天皇は乱において北斗を誘う。俺の宿命お前は悲劇と言った。だが見よ、俺は俺の意志で宿命を超え、時代を動かして北斗を誘っただけではない。北斗と共に時代を誘ったのだ。きっとすぐに剣士郎の時代となる。世の